本日2023年、12月の22日、映ってるかな、ちゃんと。向こうか。横からちょっと画面眺めながら、確認しましたので、まあ、ああいうような形になりました。まあ、顔はちょっとね、変な顔になってますけども、あそから、録画してた内容で、ワードビジネスサテライトの大江真理子などを注意していました。時間軸超えて聞こえていきますんで、ね、それしなかったら、未だに、変な内容放送してるんで、ね、無駄にエネルギーを消費する内容、もう、あの番組ずっとそう、取れ玉、取れ玉っていうコーナーをなくした方が早い。で、重要なのはエネルギーの残存量問題とどう向き合っていくかであって、で、それ見ていてね、思い出したのが、もうこう、別に頭力入れてないんですよ、ここに。だからもう困ってる顔になってるでしょ。もうこれは本当の話で、で、そこの晴れも成功せに、またタモル新規と、で、朝から黒い BMW。もう昔からずっとや。朝の7時からや。で、それを認めるような発言した警察官。ボーナス、ないよ。なしで、有馬警察署や。で、あ、名前名乗らんかった人アウト。フルネーム、身分証明書の開示。ねえ、中川本さんで今働いてるんですけども、西宮市流通センターの。で、日本電機っていう人材派遣会社のところから、働きに行ってるんですけど、昔もね、ちょっとだけ行ったことあるような気がするんですよ。で、なんか、この人は登ったらあかん人だからとか、なんか、わけのわからんことを、まあ、勤務中に言い始めて、まあ、その子はね、玄ちゃんって呼ばれてたらしいんですけども、わからん、の、立花玄なのか何なのかわからん、立花紹介とか、全員立花でええとか、なんかね、もう説明の仕方がもうむちゃくちゃだから、それはね、ご老人の方に言われたんですけども、で、その人のことを課長の森谷さんっていう人が責任者の人なんですけども、中川本さんのね、そこの。で、社長とか呼んでいて、で、立花紹介っていう張り紙があったから、ね、森谷さんとの会話の時に、森谷さんとの会話でね、最初なんか人材派遣会社だったかな。あ、違うわ、受け負いやわ。とか、なんかもうそういうことだったんですよ。だから森谷さんがその契約をその立花紹介っていうところと交わしてるのか何なのか、それとも他の人材派遣会社なのかもう聞いてて分かんない、本当に。実態が。で、その、髪の毛染めてるね、僕より背の、小さいから、まあ、身長170センチないと思います。玄ちゃんって呼ばれてる子もね。で、もうこうって言っても、多分もう30超えてると思いますわ。で、だと思う。昔見たことあって、秀和株式会社の2005年から2006年、2006年から2007年にかけて、それぐらいの時期に、秀和株式会社の事務所を来ていたことがあったと思うんですよ。で、顔は覚えてるから、もう絶対来てるのは来てるんですけども、僕もそこ何回か来てるし、仕事じゃない時とかにも行っていた時あるから、借り出されて、地図作り。いや、もうその辺の話とかももう聞いてる話がもうバラバラやから、もう聞いてて分からへん、本当に。そうやったらその地図作りでちゃんと時間切りつけてくれなの話で、それやったら私たちがするわ、とか言って、事務員の女性がしてたんですけど、もうそこも髪の毛染めてる連中。もうその時点でアウト。働かせたらあかん。髪の毛染めてる人間。無理やから。で、その、さっきの中川本さんのね、その玄ちゃんって、呼ばれてた子、本名何か分かんないですよ。来たか来てないかとか、その僕のね、住んでる兄の第一タウンハイツに喧嘩売りに来たのか、喧嘩売りに来てないのか、春山整骨院も、で、あと、秀和株式会社の件も、それ言ったけども、イエスかノーかよ、男だったら。言ったよ、そういうふうに。もう男やろって。イエスかノーかやって。はいか、いいえや。徹底的にそれ、ふざけてきた。なんか、こう、笑いながらそれ。で、あとは、
緩衝材の上に座って正座みたいな形で、で足がないとか言い始めて、このバカ、本当にその映像全ね、日本中のニュースでちゃんと放送して、で、そういうやつ用の一覧表の動画作って、ここ見たらどういうやつか分かりますよと。こういうやつ、やだったら大変なことになりますよって。それ世間に公開した方がいい。そうじゃなかったら隠蔽になる。お金の流れ。なぜかっていうと、今から言う話、もう一度言いますよ。2005年から2006年、2006年から2007年にフルーツラーパークで、秀和株式会社で勤務していた時に見かけた。そのものは働きに来たんじゃなかったと思います。わからないですよ。本当にどうなってたか。その間の期間、僕は秀和株式会社で働いていない期間もあるから。で、その後ね、フルーツラーパークのバーベキューコーナーで、仕事をしていたのが、2007年か2008年なんですけども、そこにね、ドリンク類を、まあ、販売して、まあ、運送してる業者なのか、よくわかんない。販売元なのか、普通考えた販売元が郵送した方が、コストはかからない。で、だそこは、賃金叩きするんだったら話別になってくるんですけども、そこのね、ものが、中身がね、缶の、ドリンク類なんですけども、まあ、そこそこ重たいじゃないですか。で、それを積んだ後、蹴り始めて、で、僕は言ったんですよ。ちょっと待ってくださいよって。ここに来た以上、うちの商品なんですから、ちょっと蹴らないでくださいよって。中に、ね、入っているのは缶ビールとかだから、へこんだりするから。それ注意したら、そいつ敬語なしで、なんか、いろいろ絡んできて、もうこっちも我慢の限界来たから、お前舐めとんって。まあ、さっきまで敬語だったけど、僕もそうなるから。で、今、淡井圭介の顔それで撮ってるやつ、許さんよ。もうずっとこれや。テレビつけたらフェイクニュースは放送するわ、ふざけてるやつら多いわ、髪の毛染めてる人間はテレビ出てるわ、もうめちゃくちゃや。海洋基本法違反って言ったら海洋基本法違反や。文部科学大臣が降ろされとるのにその辺のやつらに仕事回ってくるわけないやろ。それぐらい覚えろよ。判例や言うてるやろ。判例があったから義務教育で教えとんねん。抑えとんねん。昔の工業問題も海洋基本法違反とかもう他の法律もそうなるといっぱい出てきてるから。入ってるから絶対。もう海にずっとヘドロずっと流し込んどうから。無駄なもの加工したらあかんねん。髪の毛染めるようなものと、それ販売したらあかんねんや。決まっと。薬局屋も終わりや。美容院も。この辺に薬局屋がなぜ3店舗もあんねん。探したらもしかして4店舗あります？田王寺と岡場店の間以外で。そこにあるかがある。藤原台だったと思う。で、エコールリアのあるかの中に松本清がある。で、それも多分芸人の方の松本&清が作ったっていうことらしい。わからない、本当に。名前を借りたとか、なんかそんなおかしな話聞いて、一回そこも消えてるから。で、もう一回何か復活してる。だから、順番、だから、そこのやっぱり春山整骨院じゃないの？もう一回、この目の前の建物、2003年に、ちゃんと建物解体してるから。そのちょっと前から、2003年のちょっと前から、木の板をね、ペキポーンに打ち付けて、誰も入れんようにしてたから。判例ありよ。判決に背いたら即逮捕よ。法律でそうなってる。何回も言っと。で、エネルギーの残存量問題無視して、すぐに車で現れるから。最初は黒の BMW とか、変だね。ライドシェアっていうのもやめた方がいい。そもそも車椅子で押してるところ、僕見たことないもん、もう最近。僕ぐらい、最後。自分の親。
2019年に亡くなりました。母親74歳です。夜中に起こしに来るやつらとか、明け方起こしに来るやつらとか、春山整骨院オープンしたから。あとは電波、その次スポーツ業界で、そこでもう全部つながってるから、その関係者とか入り込んできてるから。こんな巨大な集団犯罪ないから、税金の横領と。東京オリンピック税金つぎ込んだの9600億円以上。会計監査院に国立競技場の値段もちゃんと組み込みなさいって言われてるから、それ背いたら逮捕よ。分かってる、動かしてる金額。そんな金額盗んだら、銀行強盗で1億盗むものを盗むのも、そんなやつまずいないんだけども、みんな税金1億円つぎ込むのも変わらへんよ。金の流れは教えた。知りませんでしたじゃもうすまへん。あ、そうそう、ちょっと話それましたけど、中鴨さんの、その、またね、もう本名わからない。立花源なのか何なのかわからへん、わからへん、本当に。もう説明聞いていてむちゃくちゃやから、ちゃんと全員フルネームで言わんと。各自が自分で。で、正直身分証明書見せてもらう方わからへんから。あと発音でも海外の人わからへんから。なんか J さんっていうミャンマーの人らしいんですけども、本当は他の名前のような気がするんですよ。まさかアルファベットの J じゃないでしょう。で、最初、わからないから、前さんって思ってたんです、僕。発音。はっきりと J とも言ってないし、だから僕、前さんって呼んでいて、後から、いや、J ですよって言われたんですよ。で、森谷課長っていう人が、そこの責任者らしいんですけども、まあ、笑いながら言ってたから、いやね、森谷さんの方でも、ちゃんとね、その結婚してないとかの話聞いたとしても、原稿籍謄本とか見せてもらって、本当に結婚してるかどうかとか確認した方がいいですよって。それされてますって。見ましたって。人材派遣会社からの人来たらどうですって、わからないでしょって。で、これも僕もいろんな人材派遣会社働きましたけども、もうみんな同じこと言いますって。正直俺らも一人一人どこの誰がどういうふうな人間なんかわからへんねやんかって。こんな人数相手しとったら、やっぱりそうなるって、分かってくれるやろうって。正直僕も2002年サンパレス六甲で人材派遣会社の、まあ責任者って言ったらいいのか何なのかよくわかんないですけども、まあ一応現場に人多い時だったら20人以上とか入れたりしてたから、それ手配して、だけどもう、わからない。もうよそに応援読んだりして、人回しもらわなかったら無理だから。だから20人以上人入れるっていうことは、もうそこで、例えばね、半年なり1年なりの間で働いている人たち、だから入れ替わりがいろいろあるでしょ。その日学校なんですとか、その日ちょっと予定がっていうのがあるから。だから、実際来てる人間は40名ぐらいのその枠の中から現場20人とか入れたり24人とか入れたりとかだったと思うんですね。わかんない本当に。だって僕が披露宴の時にメインとあとそのねメインのテーブルと一番手前の方の円卓、こういった方が一般の人には分かりやすい。そこでいろいろ言ったらまた分かりにくくなるから、両方とも僕が料理出してたんですよ。で、どんでんとかあるでしょ、2軒目の披露宴とか。で、それ急いでして、しっかりと純利益を出す休憩時間を確保するとか、そういう状況ですから、あれ全部テーブルとか片付けて、もう一度組み直してテーブルセットとか。
基本的に次の披露宴始まるまでの間はどんでんで、2時間しか大体どこも確保してないですね。玄ちゃんの話に戻りますけども、フルーツラーパークの、バーベキューコーナーの、缶とかのね、ビールとか、ビールも正直置いていた。で、僕はもうビールなんかどうでもいいと思ってる。で、ウーロン茶とか、もう何の缶だったかもう覚えてない。どんな品物を蹴ってた。蹴って押し込もうとしてたの。重たいの。で、蹴った蹴ったで足跡がつくでしょ、段ボール。で、あれね、たまに昔、段ボールで足跡がついてる靴底の裏。靴底の裏も足跡。それ通用する。で、ああいうふうな見かけるのは、たくさん積んだ時にね、押しても動かないから、足で蹴ろうとするやついるんですよ。だから中身が入ってる商品が何なのかとかいうことを考えなあかんのと、あと、中貨物さんのところで、そこでね、休憩所にドライバー用と、あともう一つのところにコーヒーとか入ってたんですよ、お茶で。で、それで、飲んでもいいですよって言われて、まあ僕飲んでたんですけども、まあ途中でね、ドライバーさんが手袋なかったんですよ。タイヤとか、掴んで、素手で、ホイールのところ。だから僕正直、正直、ドリンクよりも、手袋、無料で支給でしょうってドライバーさんもって。いや、名刺を見た中貨物さんって書いてほしいって。もう僕も、一つ一つの業者さんが、もう、わからへんから、本当に。もう、僕もよくわかんないから、本当に。で、一応、コーヒーとかは、僕らの方はなくなっていて、ドライバーさんの方は、コーヒーとか、以前のままの状態なのかな、なのかな、っていうところなんですよ。いや、全員、第三者の全員。法律である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 。そんなの素手でって、あれ、金属のところ、痛いと思いますよ。あんな素手で触ってたら。重いか、本当に。この間までの動画で、レクサスの一番大きなタイヤが一番重たいって言ってましたけど、違いました。株式会社トールっていうところで名称合ってたと思うんですけども、その昔フルーツラパークのバーベキューコーナーで、なんか話し合いで、なんかもう、それ偽名か本名かわかんないんですよ。そんな話持ち込まれても僕もよくわかんないから。勝手に他の従業員が喋り出すから。で、そこは一番重たいホイールを、みたいな話になってたんですよ。だからそこの会社が、道路公団でね、民営化の話も聞いたことあるんですよ。もう道路上何があるかわからへんし、頑丈なタイヤとか、なんか僕言わされてました。めちゃめちゃ重たかった。レクサスの一番重たいホイール付きのタイヤよりも、もう幅だけで、これぐらいかな。もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。ほんと。いや、これ今、距離が違うから見てる方が大きく見えるけども、肩幅で見てもらった方がわかりやすいです。そんなに私も広くない。ほんとほんと。トールのホイール、もう中多分あれ、アルミじゃなくて、真鍮。芯の、まあ、あれ、柱だったかな。じゃあ、鋼と書いて真鍮だったかな。ごめんなさいね。もう、工業界から離れて、だいぶ時間経つんで、そんなに分厚くないんですけど、めちゃめちゃ重たかって、びっくりしました。あんな重たいって思わんかって、確か僕一回持ったことあると思うんですよ。バーベキューコーナーで勤務してる。で、もう、中貨物さんのね、話で、またそれ用の動画作りますけども、台車がすぐ負ける。
もうレクサスの一番重たいやつのあの4本積みで、もう台車、もう、これ指示だから8本積めとか言われて、僕4本積みとかね、折れてるから、一番重たい。上はね、軽いやつですよ。軽いタイヤで8本積んでくださいっていうことなんだったんですけども、いやもう、最初、台車壊れてるんかなって思ってたんですよ。たくさん乗して壊してたっていうこと。もう僕絶対1台台車壊してる。で、台車のそこの車輪のところが、金属粉ちょっとしかないんですよ。間違えて、そこが真鍮じゃないとあかん。その台車の上は平べったい、周り囲いも何にもない木なんですよ。で、そこの上に、重たいタイヤとか乗せてるんだけども、またその玄ちゃんっていう子はね、もう、勤務中に歌い出したり、規制上げたりとか、タイヤ蹴り始めたりとか、ローキックのつもりなのか、ミドルキックのつもりなのか、よくわかんないけど、柔軟体操ちゃんとしてない。ハイキックあんなところでしようと。こけるから。タイヤちゃん、自分の靴の裏とかちゃんと確認しなかったら、で、ちゃんとしたらあかんから、本当勤務先で、そんなこと。本当に。タイヤとか蹴ったらあかんから。さっき注意した時の話した、ちゃんと。で、ドリンク並んでるやろって。お前らそこの会社と組んでたって。一番下っ端の従業員同士で。もう、利谷さんにもいろんな件を話して、いや、本当、まあ、ああいうやつら注意しといた、本当気をつけた方がいいですよ、っていうこと言ってるんですよ。まあ、一応さっき言いましたけども、来たか来なかったでね、もう来てるから、そいつ、中和株式会社に。思い出してるから、で、それ、子供の頃についてこられた、何歳っていうところ。それ本当に聞きたい。誰に言われたんって。それ車に乗せられて連れてこられてるケースあるから。僕も知らんから。相手何歳か。急に見たことない人間がいて。で、フルーツフラワーパークの件だったら、永田工業高等学校の同級生のやつが、なんか、中学生連れてきて、え、ちょっと待ってくれ、待ってくれって。それ無理や、無理やって。いくらなんでもそれぐらい知ってるって。高校生になってからやでって。という、まあ、15歳以上で、その年の、どう言ったんですか、もう高校1年生の時の4月、そう、4月だったと思いますよ。から働ける。だからその年16歳っていうことになるのかな。だけど、1月、2月、3月に生まれる人、あれ、どうなのやろ。ちょっと待ってくださいね。わからん。あんまり細かいとこ、ちょっと僕もわからないから、けどそれ辺常識でわかるでしょ。中学生連れてきたケースがあって、で、それ働かせませんでした。それ無理だから。ちゃんと、主任のその時、宮谷さんっていう人がいて、その人に、すいません、入ってきてますって。従業員だから、ゲートを1000円か、まあ、彼らは、中学生だから500円払わなきゃならないんですけども、その連れてきたやつが、ちょっともう名前思い出せない。南。だったと思う。わからない。誰かかばう話、なしにせんかったら、誰が連れてきたかわからへんから。で、いや、もうフルネームじゃないし、永田工業高等学校で同級生だったら、南って言っても、婿入りの方で名前変わるケースもあるし、あと裁判所の判決があったら名前変えれるから、ただでさえ永田工業高校の僕の同級生って言っても、僕が何年生まれでって、僕のことをまず覚えてる人間が、あとは南探すやついたら探すでしょうし、多分探す人なんか一人もいないと思う。だって永田工業高等学校自体が今ないから、他の一般人なんか本当にあったのって。
絶対そうなる、若い人たち。で、僕と同じぐらいの年齢の人でも、永田工業高等学校に出入りしてる人間じゃなかったら、要するに先生だったり、その通学してた生徒だったりじゃなかったら、亡くなったら忘れるから、本当に。本当、本当。いや、だって電車に乗って目の前とかで見てるとか、地図で見ただけとか、わからないでしょ、いつ学校がなくなったとか。ね、個人情報をあんないらん法律、誰が作ったのって、みんな正直に言ってて、誰も探さないんだから。証言が、なかなかいつ学校、僕もね、永田工業高等学校、阪神・淡路大震災の後、ね、とりあえず学校来てくれたら、ちゃんと卒業して、高卒っていうことにできるからと。とりあえず今頑張って学校来いと。何か事情あったら先生聞くからと。で、正直避難所だったんです。永田工業高等学校、一般人の方たちの。寝泊まりしてる。救援物資とか来て。だから学校再開するのに結構時間かかったんですよ。ドリンクはなくなったけども、ドライバーさんにちゃんと手袋を支給してあげてます。で、ちょっとね、これ、その森谷さんの言動とか、いろいろ、そのどっからどこまで、封筒の件とかの、郵送してる仕事とかも、何か持ち込んでされてるんですけども、なんかじ、よ、し、あの、チラシ見たらね、GM 研修とか書かれていて、いらないと思うんですよ。だって自分とこの社員でしょ？自分とこの会社で、自分の会社の社員に教育するじゃないですか、責任者は。ちゃんとこうだよ、ああだよっていうことを言って。うん、それでも動画だったら、この動画見といてよとか、一緒に見ようとか、そういうことになるじゃないですか。もんなんで郵送しなきゃならないのって、エネルギーの残存量問題。余分に郵送するものを増やしちゃダメよって。あと、他に働きに来ていた人で、一時だけのね、郵送の。なんか、阪神タイガースのタオルって言ってましたよ。いや、だからそれ、阪神タイガースがタオルを過剰生産して在庫抱えたのか。だって、日本一になったの、だいぶ前ですよ。もう12月の22日。でね、その契約としてね、その経営者の人たちが中貨物さんの方だと思いますよ。まあ、一応中貨物さんの方に聞いたのは、もともとランテックっていう食品がメインのところから、このスペースを借りて、スタッドレスタイヤの保管の倉庫として業務されたらしいっていうこと。まあ、されたということで、僕は森谷さんから聞いてるんですよ。で、森谷さんが言うには、いや、僕、まだ30歳ですっていうことを言ってたんですよ。結構前からありましたよね、タイヤの倉庫。だからね、今言ってるのは、現場の責任者とかがコロコロ変わるの問題だし、一度固定した話がなくなってるのか、意図的に責任者を変えたりとかして、固定した話を消してるのか、もうこのどちらしかない。だって、タオルなんかスーパーマーケットとかに並べたらいいじゃないっていう話になるじゃないですか。それこそ公正取引委員会の目が光ってる。まあまあ、公正取引委員会の人たちが、目を光らせてるっていう表現の仕方、物事を本当に公正な値段かなっていうところを見てます。だってスーパーマーケットでさえ売るものね、あともっと絞り込めるから、本当は。だっていらないものをちょっと前に置いてましたから、植物のビニール製って言ったらいいんですかね。ポリエチレン。植物。
いらんでしょう、誰も買わんでしょう。そらまあ何千人か何万人かいたら一人ぐらい買うかもしれませんけども、そんなどうでもいいもん家の中置いときます、掃除してたら鬱陶しいってなるでしょ、なんでこんなもん置いてるんだろうって。植物を家の中にそもそもとして習慣的に置きます、置かないでしょ。花も同じ、いらん、いらん、いらん。無駄なものを買わされてゴミになる。エネルギーの残存量問題。まだ捨てるのに、載せなあかん。ゴミ収集車に。で、作るのも、エネルギー消費してる。で、そのスペース、余計なものを置いてたら、みんなの動きが遅くなって、お客さんの。余計効率悪くなる。で、イオンモールさんに関しては、自動のレジを12台置いておく。お客さんの方で、こう、スキャンして。で、もしそれで、あれがなくなったのは何なのか、ちょっと僕もわからないんですよ。QR コードとかの端末機まで置き始めて、そんな端末機なんか置いたら、端末機の生産でエネルギーが消費する、ね。まあまあ、いいとこ1ぐらい。いろんな話の折衷案で考えると。だから間を取っていいとこ取りみたいな形で考えると。だから現金輸送とかの話。軽くするとか、そういうことを考えると、ワオンのカード。だからコンピューターが今なんか病気とかいう声を言ってきたんですけども、僕は頭の中でね、そのデータ改ざんとかサイバー攻撃、銀行の口座がっていうことがもしあったらどうなんだろうっていうことを、それは警戒心でも人間考えるから、今コンピューターに向かって言ってます。コンピューターも AI だから、人間はそれ考えるから、結論最後まで言うまで待てよと判断、コンピューターの方が。かといって、それでコンピューターが稼働するのは遅くなるのは、それは嫌がらせで、お前たち意図的にしてるだろうっていうこと分かってるから。入力した通り、さっと動いたやん、それ最優先で。これがパソコンとか iPad とか iPhone の絶対的なルール。優先事項第一。ルール法律や。人間に従え。で、メーカーがそんなややこしい機能つけてた、そこは訴えられる。そこは損害賠償払わなあかん。時間や。時間のロスが大きすぎる。で、裁判妨害とかくっついてくるから絶対そうなるから。訴訟しようとしている人に関しては。もう過度の裁判妨害、もうみんな今から言う話聞いたらびっくりするから。やっぱりネットプリントとか1枚20円とかするでしょ？で、だいたい訴訟しようとした時に私の件だと今までの経緯とかいろいろ書いたりするから、で、それ事実として知ってもらわなあかんから、広辞苑、あかんっていう言葉でも通じる。法廷でも裁判官が言ってる。ちょっとした言い間違いとか方言とかそういったものは認めますって。で、怒ることを認めてくれてるから。来年またねとかって、また車に乗るよ。あ、まだ笑い始めるやろ。向こうへ。すぐ隠れよ。ここの枝切っといたらええねん。そいつらの。なあ、マスクつけたやろ。あかんや、マスクつけとる人悪い人なんだから。昔一回決まったよ。医療業界やぞ。あとテレビ出た人間とかや。俺帰るわとか言って、敬語で言われ。自分たちが悪いことしていたっていう認識、いつまで経っても持ってん。車椅子押したらええねん。で、あと訪問介護や。歩いて行ったらええねん。昔から言っと、もう消すら朝日や淡井圭介出しと。あいつは聞いた後や。ただただ喧嘩を人気とだけや。金稼ぎに明け暮れて。見てみ、すぐ車来よう。
朝から朝の7時やで。で、今警察官のこと考えたらまだおはようございますって言うよ。あいつは本当に言うてるから。そんな映像いっぱいある。あいつらが損するから。で、日本全体が損するから。あいつらが消費税上げてる元の一つや。デイビヒゴもそこと関わってるから。な、フェイクニュースばっかり流すやろ。仕事中真面目に仕事できんやろ。髪の毛染めてる人間働いてるやろ。全部あかんやん。だから、ドリンクの横流しだったのか何だったのか。でもっと言うと、中川本さんの例で言うと、大阪のタイヤはなぜ兵庫県に流れ込んできてるんですかっていう話になる。だから、大阪と兵庫県で、こういう仕事倉庫の管理をしてますだったから、大阪に空いてるところあるから、倒産したところ、読売テレビのすぐ近くの、元商店街みたいだったところ、ちゃんとシャッターあるから。いや、距離どう考えてもノーマルタイヤをまた運んできて、冬場兵庫県の西宮市北部、もう神戸市北区のすぐ境界線のところ、あかんぞ。じゃあ、ここ本当は怒って言わなあかんのに、笑って言っちゃう。もう無理や、もうあんまりおかしいことしてたら笑ってしまうから、だからもう、わからん。あんまり怒るのも、あれやと思うとか、なんかもう警察官の人も状況を聞いたらもうそれ怒るんしょうがないわっていう話と、僕もそう思うんですよ。で、あと、それこそ笑いながら言ってたらどう受け止められるかわからへんって言われる話と、あと、それと、それも笑いながら言ってもしょうがないような話で、もう僕もこの時点で喋ってる言語だってちょっと日本人がちょっと間違えるし、それ海外の人が来たら来たで間違えて覚えて帰るし、無理、本当に。今なんかもう多分どうせこれ電波、昨日帰ってきてからこのね電子レンジこうやってバタンって閉めてこうやって回した時に最初回らなかったんですよ。本当コンセントちゃんとつないでるのに、わざわざコンセント一回差し直して、もう一回何かいろいろ考えて、どうせ電波。それでもう一回ちゃんと動くようになってる。で、今何が起きてるかって言ったら、まあ、これは、コンセントが抜けてる。ちょ、電波でね、そういうえげつない攻撃されたら、このストーブの件も、投資させようとしてるんちゃうか。なるから、本当に。本気で慌てるから、一人で家で泣いてたこといっぱいあるから。本当や。そう。不法侵入もそうだけど、警察官になったつもりで、勝手に、家宅捜索したら、ダメですよ。相手に言わなきゃならないから。こっちではこういう話になってるけども、これ裁判所の、裁判官の令状。こういうことだけども、家宅捜索するけども、これで間違えてないって。そっちどうなってるって。それ聞かなあかん。本当に。でも昨日も、帰り、もうその動画また後でアップロードしますけども、その、ゲンちゃんっていう子にね、お前来たんか来てないのかって、ありの大事端発にって。で、他はって。で、すぐキャッキャキャッキャ言うて、規制を上げてた女は僕の顔取って、顔きれいにして、今度挑発行為で、めっちゃめちゃ口悪い言い方で喧嘩打ってくるから、もう仕事はせえん、もうキャッキャキャッ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 言うと、もう我慢の限界で、お前もうキャッキャッキャ言うと今あったすごげーって。ほんと。どっちが上か分かったやろって。仕事せんやつなんかいらんぞって言えたかな、多分それ言った方がいい。ほんとに。お前らや。
仕事もせん人間、仕事場にいらんって、ほんと、普通に考えたらわかる。髪の毛染めたんやろ？最初に言ってあげたよ。他に髪の毛染めたいと思うの。他も何も来てるから。昨日、そこで急に顔合わせした人だったら分からへんから、もう、名前、ごめんね。名前言われても、全員が全員僕も覚えられないから、僕も人材派遣会社で仕事場たらい回したから、身分証明書見せてくれても、覚えれない可能性あるから、もういろんな勤務地、いろんな働きに行った、本当に働いた人だけで、多分1000人超えてるから。無理。コピーしても、先輩もどうせ、顔写真付きでも、探す、もうどうせ萎えるから、基本的に、もう無理や。なんでこんなこと時間使わなあかんねん。なるって、本当に。本当に。どうしようこの世の中。アーリーの仲間ぐらいだったら車椅子押して連れてくるとか。横平地やここ。それぐらい頑張れよ。いくらでもそれはできるやん。そしたら。ごめんなさい、もうこれ本当の話で、もう笑ってしまうとき笑ってしまうでええと思うんですよ。あの、北新病院、じゃあ、広北病院っていうのが、岡場駅のすぐ近くにあって、そこの裏にね、3階建てかな、それぐらいの高さのビルがね、ビルというかマンション、ビルでいいと思う。確か名称なんとかビルって書いて、大阪の方のビルと勘違いしようかもしれない。なんとかビルっていうビルがあるんですよ。で、そこに、なんとか学園っていう幼稚園かな。なんとか幼稚園にちゃんと名称は、そのと変えたんかな。もうわかんない。途中で、変わるところは変わる。そこがリアカーで行こうと思う。人力車みたい。ある意味よく分かってる、ある意味だけどそれ見て笑うなってもうみんなそれ見た時もう笑ってしまう、仕方がないと思う。で、そこは頑張ってますって笑顔で従業員の人が言ったらいいと思う。女性でも押してるから、車椅子ぐらい押せるって、絶対に老老介護でも。じゃあもう、老老介護の正直もう50歳以上ぐらいから老人、半老人だと思うんですよ。で、60歳超えたらとか65歳超えたらもう絶対老人。もう今日の朝、羽鳥慎一のモーニングショーで、なんとかレジデンスの話をまだし始めて、もうそれも再放送かもしれない。もう一応、2023年の12月の22日ね、入居してから1億何千万。じゃあみんな本当だと思います？一軒家とかで、ね、土地付きの建物一軒家。2700万とかですよ。もう3000万超えた。もうみんな絶対返済無理だと思っといてください。もう絶対そうなるから。ほとんどの人はそれ。もうすぐそこの藤原内の住宅とかもう差し押さえられて売ってる人多いから、売られてるでもいいと思う。ちゃんと、もうみんな一回裁判所行きましょう。本当に。で、当社室ありませんかとか、差し押さえられた家の物件とか、ずらーってこう並んでるの。それ一回ちょっと見に行きましょう。みんな。一回人生経験で、自分のお金で。それが、真の、校外学習。ほな、もう学生の頃から。やっぱり今のやめ。もう小学生とか中学生がそんなとこ行ったら、もうアホな会話し始めるやつが絶対出てくるから、もうやめといた方がいい。裁判所でアホな会話なんか癖ついたらもう大変なことになるから。もう法律に強い人たちでは、ほんともう何かいろいろした後にそんな態度見せたら、めちゃめちゃ怒って本物の法律全部フル稼働させてくるから。
いや、もう、大人になって一人で行こう、一人で。一人で行ったら大体余計なこと言わないから。あ、やっぱりこれが現実なんだってわかるから。差し押さえ。今ね、新神戸電鉄が、ちょっと、あってこう。わ かってるから もう、朝早うから、もうそれで反応されても、もう、こっちのせいにされても困るから、もう、ええから。そこの踏切で、こう、ちょっと、こう、押したのかもしれないけど。そんなもん、そこに駅あるんだから、こう来てるんだから、あの駅、快速から何から何まで全部止まるから、田尾駅。原則走れんかったらあかんねんから、そこはあとは、そんなもん急に乗り越えてくるやつなんかおらへんから。で、音、耳、電車で音来とく、音で、電車が来とくことぐらいわかるから、あれだ。おらへんから、そんなやつおらんかったから、今もう、僕、二十何年間住んでるから、そこで乗り越えてきたやつなんかおらへんから、本当に。いないはず。なんか踏切ちょっと越えてからゆっくりホームに入っていった 見たことあるんですけども、だから角の認知のおばあさんが美濃谷駅で跳ねられたのは僕は乗ってました。踏切ね。だからそこは、快速は通過しちゃうんですよ。だからそこは、そのご老人のおばあさんがね、踏切を無理やり越えてか、横にちょっとスペースあるでしょ？そこから入っていったのかどうかわかんないですよ。で、普通の電車とかの、だから美濃谷駅の近くに住んでらっしゃるでしょうから、普通電車に乗るでしょ。だから普通電車に乗るから、ここの駅で全ての電車は止まるものだと勘違いするんですよ。だから、そもそも踏切、もう警報機だったら止まってりゃいいんですけども、急いで行けば乗れるわって思ったんでしょうね。だからそれが快速で通過して跳ねてしまってるんですよ。それはまあ、ちょうど長田工業高等学校の頃は、あ、僕は原付買ったの、それかもしれない。親戚の人が、北スズランダイの若葉台っていうところに住んでたんですけども、そこでも、なんか、また跳ねたらしいっていう、その美濃谷駅でって、もう昔からそれあるから、運転手の方が気をつけたいんですよ。運転手の方が。あらかじめ原則。これよく考えたら、だからまあ、基本的に快速って、そう、結局そういうことがあったから、通勤の時間帯だけ快速とか、神戸電鉄。昼間の快速なくなった、それで。そのはずですよ。あった、昔あった。昼間も快速あった。あったけども。だから、運転手の方が、ホームに入っていくときに、前に踏切があるところですよ。踏切があるところは基本的に、最初からある程度減速しておく。新快速の場合であればね、もう今、普通とか、準急だから昼間、もう9時ぐらいからも間違いなく夜まで。だからさすがにね、19時とか、そのちょっと前の時間帯とか、それは帰宅とか、もう学生とか帰ってくるでしょ？誰か止めたらいいんですよ。おばさん危ないよって。今入っていったらあかんよって。みんな気張っといて。まあけど、もう全部普通だから、全部駅に止まるから、ちょっとこの度、その言い分はその言い分で、神戸電鉄の歴史みたいな形で作っといた方がいいかもしれない。な、結構跳ねとうと思う。
新聞でもよく思い出した。僕はだから親戚が神戸新聞の普通紙の方のジャーナリストのおじさんだったから神戸新聞買ってたんですよ。まあ、だからまあ僕の父親がね吉尾で親戚のおじさんが和夫で良いっていう字でしょ。で親戚のおじさんは和を保つの和でしょ。吉尾と和夫 の関係で仲が良かった方なんですよ。で、だから、だから親族は巻き込まれる話になるんですけど、お金出してか。まあまあまあ、普通紙の方ですからね。その辺のところはちゃんと書いてたみたいだから、まあ勉強、まあ正直それ、そのまま新聞の切り抜きというか、それ置いとかんかったら、やっぱり忘れるから、最初新聞見たときに、どれが重要なニュースかなっていうのは分からないと思うんです。で、僕はね、自分でホームページ作って、重要なことを多くの人に関わることが多いです、本当に。よく考えたら全部そうやんっていうことでみんな気がつくから、見るだけの価値があるはずなんですよ。いやね、ちょっと、いや、まあ、だからもう髪の毛染めてる人間が仕事場来るなしだし、あと、ピアスしてるらしきものがいましたから、勤務中にピアス。だから、それはもう大寺整形外科悪い。北新ビルの。だからそこの建物1階に昔、アダルトコーナーのあった、アダルトと違うよ、ほんと。アダルトの意味は大人だから。大人だったらあんな商品置いちゃダメ。もうそこは潰してるから。阪神・淡路大震災の後。僕一回その頃、六法全書購入してるから、見せたから。いろんな人に教わって、これどうやって阪神詰めていったらいいんですか？もう将棋の積むと同じ意味。もうそこまで言われて、その仕事してたらあかんわって。めんどくさいからもう全部なくしとこわ。どうせほっとったらおかしいって。昔あのコーナーなくなったはずやねんけどって。お前はなくなったことになったって。やっぱりああいうのがあるからかなっちゃうかって。昔の貸本屋でよかったんちゃうかっていう話になりよるわって。NHK 料金から本当は民間のテレビ局にお金が流れてるようなもんやろって。電波塔、あれ設置するのにめちゃめちゃお金かかってるから。一応12ヶ月の契約で一括払いで先々まで NHK 料金。1万3000いくら今。もう真の人口統計始まってるから、そのうち人口6000万人台まで来たら、多分、12ヶ月だと、6000ぐらいじゃないですか。7000円から、6000円から7000円、それぐらい。で、電波塔はもう建てた後でみんなの税金で。それ使わせてもらってるから、それは金額として見合うかどうかと、内容ね、まず内容の方。で、あと、その電波塔ね、無料になってません、今。なんかの話し合いで。大手メーカー自動車とか売ったらダメなのに、エネルギーの残存量問題で。だから自動車メーカーは CM 出せないことになるでしょ？普通に考えたら。で、販売元のガソリン車を販売停止にして、生産停止にして、どうしても仕事でいる人だけ中古車を買ったらいいなんですよ。だから僕はそう、最初、黒のプリメーラ。最初、白がいいって言ってたんですけども、これを回されて、仕事、同じ仕事場の勤務者で、まあ、
まあ、西村っていうものに眼鏡かけてたものなんですけど、その人よく考えたら、神戸市兵庫区の人かもしれない。わからん、僕も。ゲームセンターで見たことあるような気がするとしか言えない。もうこんなにたくさんいろんな人に会ったら、もう議員さんだけで何百人と。勤務先に来て会話してるか、会話、ちゃんと会話交わした人、会うっていうのは、会ったっていうのは。横通り過ぎただけとか、僕に注意された人は注意された人。プリミアもすぐに売りましたけどね。大阪ヒルドの通勤と、その後、なんかもう、淡路博と秀和株式会社とサンパレスロッコの後、もう売りました。そうそう、じゃあ、あとその後、ホテルオークラ神戸。従業員用の駐車場、使ってくれたらええからって、その通勤の時に、今まで君が電車の中でそのからかわれたりとか、その絡んでこられてるの知ってるからって。いや、本当、僕ももう思想になったから、髪の毛染めてる育英高校だと思われる制服を着てた男3人組で、実際そいつらが高校生かどうかわからへんから、本当は。そのうち2名がやったらと、もうこれぐらいの距離、電車の中ぎゅうぎゅう。牛じゃないけど、ぎゅうぎゅう。その詰め込まれつ、いっぱいの時に、その思いっきり完全に髪の毛染めた高校生、本当に。その3名のうち2名が思いっきり喧嘩売ってきていて、そのうちの1名がものすごい喧嘩売ってきてるんですよ。ああ、始まりこいつやわって、こいつまだ言ってきようわって、どうしようって。もうだんだん我慢の限界で、次の駅のドア開いた瞬間、襟首掴んだって、バーンって外出して、もうその後もうボンシャレとか思って、そう、いや、そのうちの1名が止めに入ってる、もう一回ちょっと冷静になろうと、こっちも我慢。で、周りの乗客で、ショーになったら、僕はなるよとか言ってくれない人がいたから、そのね、喧嘩売ってきてるところ。どうしよう、その殴った時、相手がその骨折ったりとか血流すところまで行ったらどうしようって。あ、もう遅刻するわって。警察官の人にちゃんと事情言わなあかんし、もう要はもうそのまま次に行こうって。で、その後淡路花博でその垂水区のところの駐車場借りて、そこまで車で通勤。もう絡まれるの嫌やから、もう時間の問題、こっちが手出すの無理やわと。あいつは複数やって、普通3対1で喧嘩なんか売ってこないんで、そんな格好悪いこと。あんだけ周りにいろんな人乗っててよ、普通3対1で喧嘩売る、そんな格好悪いことできます？できないでしょ、みんな。で、他の人とかも、他の駅とかでね、俺が言うとこはって、あんなやつ殴られてもしょうがないって俺も思うとはって。結構いろんな人が言ってくれた時期とかもあって、その時も言ってくれた人がいて、別の人は、あんまりそれ言ったら、この人もそれ理由で殴ってしまうかもしれんから、もうええんちゃうかって。いろんな意見。こっちも、もう車通勤でいいですわって、心の中。高い駐車場代、もう本当に、もう払ってたから、もう何しに働きに行ってたか分からへんから、本当に、淡路花博。なるよ、万博大阪で開いたら。
銀、働きに行け、お前らが。交通費、法律ではある。判例で先作っとけ。ないよ、んなもん。誰が出しておんねんて。みんなの税金や、それ以上消費税上げる気かって。誰、万博賛成したのって。こっちは反対やん。オリンピックも反対してた。だけども、ものすごい。反対してたよ、反対してたけども、もう、なんかもう、俺らももう、世界からもう、そういう契約で話通してしまったから。まさかの安倍政権。違う、僕たちが本当は誘致したんじゃないって。基金が、2006年に土政条例で出来上がったって、その頃僕らは、下っ端の議員か、議員になる前、それぐらいの頃分かってて、俺らもそんなことになるって知らんかったから。そんなものもう今の国会議員の人で、2006年の人なんかもう死んでるか、本当に本当にもう80歳以上生きてる人って稀だから、世界の移民、日本の昔の悪い移民政策、政策、第二次世界大戦、食料不足、海外へ無理やり送ったりとかして、嘘言って、ブラジルは天国とか、チリは天国とか、向こうは向こうで第二次世界大戦の影響を受けと、いろいろあった方、向こうも近隣どこの国も同じ、朝鮮半島も台湾も中国も、もしかしてミャンマーまで行かせました。僕もその話された時にいろいろ悩みました。その人たちの死亡届がずっと世界中から連絡来てなくて、でもそれもわかるんです。第二次世界大戦の頃、今でこそパソコンある程度普及してるだけで、パソコン買ってない人は買ってないですから。だからそれで平均寿命が伸びてただけで、日本が世界で一番平均寿命高いのは、もうわかるでしょう。海外からの死亡届がなかなか回ってこなかっただけ。で、それを世界中で今一斉に調査しているところ。で、その、6代前まで遡っての原戸籍謄本。あれは十何万するんですよ。司法書士さんとかに頼んで作ってもらうんですけども、その、司法書士さん以上じゃないと調べられませんか、法的に。あと技術的にも、知識的にも。やっぱり他の仕事もあるから、その方向でなかなか人回せないでしょう。で、慣れた人でそれ統計を出してもらうでしょう。だ他国、いや、日本はまだ明治維新があって、明治維新というか、文明開化の音がする。で、その頃に工業発展してるから、だから、チリとかブラジルの人をけなしてるわけじゃないですよ。むしろその方向性で合ってたんじゃないかなって思うんですけども、その、あんまり工業関係も発達してなかった。エネルギーの残存量問題とか、金属の残存量問題。もうロシアも1万5000メートルまで掘ってくれてる。縦の深さ。だからその中、アリノス状態。斜めとかいろんな角度とかに。だって鉱脈続いているんだったら、その鉱脈に向かって掘り進んでいくから、どうしてもいろんな方向性になる。昨日のパレスチナの件、あれやっぱり地震でしょ、本当は。報道ステーション。だから資源の採掘していたら絶対そうなるから、一斉崩落とかで。もうスタジアムもう一生作らないでいいでしょ。体育館もあるもの使っといたらええ。で、海外行ってたスポーツ選手、母国に帰ってこい、それでいい。バスケットボールなんか採算性合わないんでしょ。渡辺裕太と八村塁
無理やから、アメリカにそれだったら食らいつきに行ってる方で、淡井圭介の意見で世界中を合わせてください。各自自分の国でスポーツしたいんだったら自分の国でお金出してスポーツさせなさい。民間企業には倒産があります、言われるから。自分のところの会社の人に売り上げとか 全社員に抑えなきゃダメですよ。人材派遣会社の人にも余計な出費そうそう。あとはもうその中鴨さんの方で、その一谷さんの方でも、その封筒の契約どうなってるのかしっかり調べといた方がいいですよ、本当に。森谷課長、本当に儲かってるのかどうかわからないのと、あとエネルギーの残存量問題、そのスタッドレスのタイヤに関してもテレビで CM してるから、封筒の郵送とかいらないと思いますよ。で、そうそう、中鴨さんの件で言うと、だから兵庫県は兵庫県でまとめといたらいいから、で一番そのね、パレットにフォークリフトでね、こう動かすの、動かす棚みたいなものをパレットって呼ぶんですけども、まあ本当はもともと板だけなんですけども、そこにね金属つけて上のせ柱をつけて四隅にで上に乗せれるようにしてるんですけども、もう本当は兵庫県は兵庫県にしておいて、で兵庫県の範囲も今ある店舗の範囲内だから、姫路市とかないから。